子どもの予防接種は種類と回数が多くてスケジュールを立てるのが難しいのよね。保育園の入園に必要となる書類が複雑で分かりづらい。このような区民からの声や行政の業務負担軽減、医療事故防止などの課題を解決するため、港母子手帳アプリを導入しました。接種率の低下や接種事故の増加などの課題があった子どもの予防接種には、 AI スケジューラー機能で適切な時期に接種を通知可能としました。これにより接種率が増加し、間違い接種も減少しました。保育園入園に必要な書類は家庭の状況により異なり、問い合わせが多くありましたが、チェック項目にアプリ上で回答することで必要な書類を検索することができる機能等を搭載し、問い合わせを半減させることができました。この他にも分野横断的に多くの機能を追加していったことで、多くの課題解決に役立っています。今後はより年齢の高い子どもがいる世帯にも利用していただけるようなサービスを展開し、生涯にわたって使い続けられるようなアプリを目指します。